挨拶になります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この東宝シネマズ六本木ヒルズのスクリーンの一番大きなところでの、でかいね、はい、さっきねこれの3分の1ぐらいのところでやってきました、ねはい、だいぶでかいですねこれ。しかも初日舞台挨拶ということで、今日が最後の舞台挨拶、さらにこれは上映前の舞台挨拶になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですね、初日を迎えた今のお気持ちも踏まえまして、皆さんからご挨拶をいただきたいと思います。まずはこの方になります。主演の三村雅和さんです。どうも、主演の三村雅和です。こんなでかい映画館の主演になるとは思ってもいませんでした。昭和42年6月8日そっから小さな病院から生まれ、こんな大きな映画館でこんなに満席の皆さんね、お金出してんすもんね。奇跡。これから見る映画のハードルを上げちゃダメですよ、本当に。あと一言言わせてもらってよろしいでしょうか。映画っぽくない始まり方で始まって、一通りこうちょっと土手で一通り一下りあった後の探偵社に戻った時に、最初に電話で喋ってる僕はあれちょっと NG っぽい髪型をしてるんで、そんな説明しなきゃいけないやつそんな映画あります。そこだけちょっと組んでやってくださいその後いろいろ説明します。じゃあ終わりですどうもありがとうございました続きましてご挨拶をいただきたいと思います。内村照良さんです。ありがとうございます。本日はたくさんお越しいただきありがとうございます。この映画が本当に今日初日公開ということで、無事公開できたことに、ほっとしています。こんなに大勢の方が集まってくれて嬉しいです。まだこれから上映ですからね、いろいろこんなトークショーとかいろいろあって、写真撮影などあってですね、少々時間はありますが、本編は85分しかありませんのでトイレの心配あんまりないと思いますんでね、ごゆっくり。ただああいうのごくごく飲んだらやばいですよね。そうですね。すごい。あまりちょっとね、ちょっとあまり控えめながらね、楽しんでいただければと。見終わった後何にも残りません。そんな映画を目指してきました。本当に今日無事に公開できてほっとしています。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして大竹和樹さんです。マイクあんだよお前。だから最初のニコ玉でマイク切れてたやつを引っ張るんじゃねえよ俺のマイクだけ入ってないから、もういきなり声枯れちゃったんですよ。マイクあんだよ。奥まで聞こえたいから大きい声でやっちゃったんですけどもね。助演のあとちょっとすみません、邪魔しちゃってすみません、はい。続いては大竹和樹さんですって言われた時に、俺もレイシャだったけど俺大竹和樹じゃないんだっていうことを見てたよ見てたお前がやったのなんでお前入ってきたのかなと思ってたんだけど1年ほど前に、撮影が終わって、僕も公開終わったのかなと思ってたんですよ。そしたら今日だったんですね初日です今日初日だったんですね。映画って長いですね、撮ってからがね。その映画によるけどね始まる前なんでね、何を言っていいか分かりませんけども、いくつか、滑ってるところもありますのでそれをね楽しみにしていただいたりなんかしましてですね、本当にお金を払って来ていただくなんて、もうとんでもない事件ですねこれは。払ったんですねお金を。今もうなんかさーって見れる時代でね、ただでさーって見れる時代なのに見れねえよ公開中の映画は。さーって少し時間経てばね DVD で見れるのに。いいんだよ、来てくれたんだから。いち早く見たいというそのお気持ちがありがたすぎてね、あとマイクの入ってるこの喜びがもう私すごくてですね、ちょっと興奮しております見ていってください。どうもありがとうございます。本日はありがとうございますまあね、双子玉でマイクが入ってないのに気づかないでずっと生声で喋っていただいておりましたでは続きましてご挨拶いただきたいと思います。藤原玲子さんです。藤原玲子です。お越しいただいてありがとうございます。ようやく公開ということで、すごいほっとしていますので、きっとたくさんいろいろ見れるところがあると思うので、ぜひ楽しんでいってください。ありがとうございます。すみません。続きまして久保田悠希さんです。どうも久保田悠希でございます。今声が重低音すぎて大丈夫聞こえてる聞こえてるはずだと思います。どうも久保田ですって時、お前レースねやめろ俺もしちゃったじゃんそうです。今こうすごい盛り上がってるように映画もそのままの勢いで楽しいと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。改めまして映画の公開おめでとうございます。いや、多くのお客様がこれからこの大スクリーンで皆さんの姿をご覧になるんですけれども、ぜひこれから見る方にここは特に注目しておくといいよみたいなシーンが、もしくはキャラクターとかございましたら発表していただきたいんですが、三村さんいかがですか？そうですね、まあもうこの大スクリーンで見られるのもこの週末だけって聞きましたけれども。あ、そうなんですか？いや、知らないですよ。ギャグでしょうよちなみに、芸人の方々たくさん出てますけれども、この人見つけたらすごいよって方、今のうちに誰か。あ、俺ね、小島よしお見つけられたらすごいなと思うんですよ。小島よしおって顔わかりますね？わかる？そんなのとんでもねえじゃねえかバカ野郎っていう何を言ってんだこの野郎みたいな人いましたよね。ねえ、大きいぜみたいなやってたのであの人がすげえ張り切ってリハーサルやっててで、みんながいない僕と親子役、まああんまり言いませんがとのシーンなんですけど、すげえ張り切ってリハーサルやってる割にはちょっとしか映ってないんで、そこ見れたら大したもんです。どういう芸の人でしたっけ？そんなのとんでもねえバカ野郎この野郎でも安くしろよって言ってるやつでしたっけ？あんま受けてないよねこれいいよお前気にしないで、穏やかなお客さんなんだよ入ってきた時の拍手も大したことなかったからああみたいな、穏やかなお客さん。ありがとうございます。ち